こんにちは、動画ファンの成田です。今回も Google マップをスマホで便利に使ってみたいと思います。それではまず Google マップ、スマホで起動してみたいと思います。メニューを開いていただいて、こちらですね、 Google マップを開きます。スマホで Google マップをご利用になるときに便利な機能として、こちらの GPS ですね、これをオンにしておいていただくことをお勧めいたします。 GPS をオンにしておくと現在地が、特定されますので、現在地からのルート検索なんかもできますね。そしてGPS オンにした状態で Google マップ開いていただきますと、まずは現在地が表示されます。それではですね、今いる現在地から近い場所の検索をしたいと思うのですが、この上の検索窓ですね、ここをちょっとタップしてみましょう。そうするとこんな感じで周辺のスポットを検索することができます。で、コンビニ、郵便局、駐車場、ガソリンスタンドというふうに載っております。周辺のスポット、さらにタップしていただきますとこんな感じで、美術館、博物館とかパン屋さん、それから、コーヒー、紅茶専門店やファーストフード、あと遊ぶ場所、映画館なんかも載っておりますね。もっと詳しく見たい場合はこの下のもっと見る、ここをタップしてあげると、さらに細かくいろいろ出てきます。それではこの中からスーパーをちょっと検索したいと思います。そうすると現在地から近いスーパーがこんな感じで表示が出てきますね。それではちょっと大きめのこの荻野リバーシティショッピングセンター、ここを調べてみたいと思います。そうすると、こんな感じで荻野リバーシティショッピングセンターの詳細が出てきます。通話というボタンもありますので、電話をして確認取ることもできますね。またこの保存、これをタップすると、この場所が地図上にこんな感じで星印で、保存がされました。そうすると、ここが星印がついているところ、お気に入りの場所、覚えておく場所ということで便利だと思います。はい、またですね、先ほどの画面と同じ画面なんですが、このここですね、車のマークで11分と出ております。ここをタップすると、そうすると現在地から今調べた場所までのルートが出てきます。電車の場合、徒歩の場合と出てきます。でそれぞれ時間も表示されるので、だいたいどのぐらいかかるかというのが分かります。徒歩だと約30分、車だと約11分で到着しますね。でこの状態でナビを開始、ここをタップするとこんな感じ進みます。はい、こんな感じで現在地から先ほど検索をしたショッピングセンターまで、スーパーまでの、ナビが表示されます。でもこちらのナビは普通の車に搭載されているナビと同じような状態で使えます。今ちょっとアナウンス入りましたけれども、声のアナウンスも入りますし、これを車にセットしていただいたりとか持ちながら歩いていただければ、地図を表示しながら音声案内もしてくれますので、迷うことなく目的地へとたどり着くことができると思います。Google マップ、スマホでも便利にお使いいただけるサービスとなっております。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。